どうもー、どうも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 、あ、指輪外そう指輪は外します、指輪は外します、指輪は外しました、指輪は外しました、指輪は外させていただきました。これどんぐらい見えてんの？で毎回やるよね俺、本当に。でもなんかあんま見えてないんですよね。ちゃんと石鹸で洗ってくださいね。手を石鹸で洗ってください。石鹸では洗わんぬ。石鹸では洗わないんですか？だからじゃないですか、タオルちょっと茶色くないですか？君は何も見ていない。なんか全体的に茶色い、なんか汚いうちなんだけど、うちですよ、うちですよ。汚いね、こういうのとかもね、本当に嫌だよね。汚いね、本当にね、嫌だね。はい、ちょっとね、本当にこういうところから分かるように、はい、本当に下手くそな人が作ります。料理はですね、豆板醤じゃなくて麻婆豆腐です。はい、麻婆豆腐ですと。ニンニクあった、生姜もあります。あれ閉まらない、蓋が閉まらない。冷蔵庫 OK、 ごめんなさい、あなた冷蔵庫の上にいるの。え、開くんだけど、何がつっかえてんの？え、何がつっかえてんの？あ、ネギだ、ごめんネギ。さあやってまいりました、具沢山すぎる麻婆豆腐、バフバフバフ。さ、作っていきましょう。テンポなんてありません。はい、この料理はテンポなんてありません。ただ本当に下手くそながら頑張って作るという動画になります。はい、なので僕はどっちかに集中しないといけないので、料理することに集中するので、無音にすることもあるかと思います。何かを作っていくという、このゆっくりした過程をお楽しみください。ヘイ、誰も楽しめないよはい、これ完全に俺用です。もう俺用です、本当に俺用です、ごめんなさい、俺ここです、ごめんなさい。俺がただ楽しいだけです。俺がただ楽しい、一人で作ってるキッチンを、一人で自撮りしてるのを載せている変態辛い。で、あれなんだよ、俺さっき段取りをね、ずっと確認してて、本当に段取れない人なの。男って段取り無理でしょ。いや、今ホモソアピエンスにおいて男とはってもないですけど、ちょっとどうしよう、豆腐まず切って邪魔なんだよね。あ、水道水美味しいとこ行きたい、ほんと水道水がバチクソに美味しいとこ行って、あれなんかこんなこと言うと俺東京から追い出されそうだな。違うじゃん、山のさ、もう、あい、もううちのね、うちはね、このまま飲めるんだよっていうところよ。あれいいよね。このまま火つけないでください、やばいっす、鏡燃えちゃうんで、やめてください、そういうの。蓋した方がいいよね、早く燃えんね。いや、ほんと言われるよ、炎上するよ、これ炎上するよ。本当に男の子って大は小を兼ねるっていうことでさ、全然サイズが違うのに
これだったらどのサイズもどの蓋のどの鍋のサイズもこの一つだけでいけるからっていうその謎の理論でてめえでけえでかすぎだろでかすぎだろほんとになんかミッキーこれなんか蝶ネクタイみたいななんかミッキーのミッキーなんかシューシュー言ってる結構早く炊き上がりそうだからさあ流れるように流れるようにいきますよ一度やることが決まったら一旦ちょっと待ってます一度もう私やることが決まったらもう早いですよそこからはもう旬旬の旬の旬旬ですいやキュンだよキュンだよなんだよあそうだすごくなんか旬旬あ旬ですあいいねっていやキュンだよ2回言うね面白かったと思って2回言うねキュンです。重ねんな罪を重ねるなこれ以上やばいなんかもうさやばいゴミ箱が新しくしないとああ男の子の脳みそ的に脳みそ的にねそうなの言い訳をしてるんじゃないの私も主婦を目指してる主婦だよだけどさ、脳みそ的にさ、あなたたちに勝てないの。レイディースたち、あなたたちに勝てないの、そのマルチタスク能力は。私は、もう絶対に無理。もう本当に無理。俺のさ、俺が言ってたね、大学院のさ、研究室のさ、女子たちさ、もうさ、なんていうの全員学級員だったんですかみたいな。もうメガネバッチリ三つ編みの、もう本当にバッチリの、もう何でもできる。でもさ、違うの。もう見た目も、すごい美人さんだし、って言ってますよ。夏の秋。怖い。いや、ほんでも本当にね、そういうそんな三つ編みのメガネとかじゃなくてすごいよね俺なんかあれでいや俺さ一応さなんかさ頭いいキャラで一応さ中高とかやってたわけよ中高じゃないな小中ね小中ああ配置がもうちょっとほんうわーこっちじゃん左手じゃんつらっえぇ、大丈夫左手。怖い怖い、怖い。ほんとに不器用。ほんと不器用。言ったでしょ、不器用って。無理。サファリパーク。ドゥルル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 ルこれちょっとおもし、楽しいよね。これは楽しいよ。一旦。何の一旦？これを、豆腐入れたら、さ、ねえ、ちょっと、これをさ、よいしょ。こうしとく必要があるでしょうね。ああ、これ頭いいよ。このセットで置いとくの頭いいよ。大丈夫。OKOKOK。いいよ。今んとこいい感じ。超いい準備、これ OK。いいよ。あ、これも一旦ここ行く？いや、もう鍋ごしよう、鍋ご。OK、もういける。鍋ご。うわー、飛びそう。怖い。どうやって入れんの、これ。どうやって入れんの？一旦ここに水切り。え、これどうやって入れんの？無理じゃね？怖っ。うわー。やべ、めっちゃ濃い。ある程度の火傷を今覚悟しながらも入れてるけどあー結構いいよ大量の豆腐だってさ基本さレシピの倍入れるんだよね俺てか溢れてんじゃんギリ溢れてない蓋するまた蓋しよっ蓋したらもう溢れ散らかすよでも蓋が邪魔だから蓋をする
大丈夫、これで一石二鳥だから。あ、本当に動かないんだね一応。いやだけどさ、そのすごいすごいよ、大は小兼ねてるけども、けどもこの隙にネギ日本行っちゃう。そんなにいっちゃうの？そんなにいっちゃう。はい、まああの一応あの大丈夫ですよ、あれ切ってるんで、ガス切ってるんで。はい、でそうこっちにするとね、この子が当たるから、この当たる熱いようにしてるけど、麺熱湯で、決して熱湯で野菜をねこうあのやってるわけじゃないですから。はい、そしてですね、今回はですね、なに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 、やばい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 、それはやばい、そういうことになるんですか、そういうことになるんですか、なるほど、蓋はしない方がいいです。ああ、この水を、この水を汲んでください、捨ててください、絶対に溢れるのでお願いします。おお、蓋立つのいいなお前。よし、チャレンジ。中火ぐらいでいきます。中火です、中火です。あれやる、こういうやつやる、こういうやつね、トラベルサースティでよく見るやつ、あれ大変なんで、でもどうしようかな、これすごい立派だよね。あ、じゃあちょっとすごい食感、なんか全然洗えてないし、あ、食感系でいこっか、なんかね、せっかくだから、よし、食感系でいこう、ダブルでいける、ダブルでいこうか、よし、あ、いいねいいね、いいよ、あうーん悲しいよ、さあ出会ったばっかりなのに、ごめんって、ごめんね、どうしたらいいのか分からんのじゃん、これだったらいい、見えないね全然、あ、どっから見ればいいの、あ、俺がカメラを気にしてるからってこと、違うよね、え、てかさ俺今全然映ってないよね、大丈夫だよね、あ、やべ、向き変えたら超切り、あ、どうなったの、大丈夫だよね、いや本当にネギが切られてるって言うだけでうまいよ、本当にネギが切られてるだけで嬉しいよ、ね、独自の等間隔方法だよね、俺独自の等間隔方法だと思うわ今。よっしゃ、いけいけ、こういうネギってさ、あの、そばとかでさ、よくやんべ、うどんとか好きなんだよね、薬味、薬味のネギ好きなんだよね、あら、永遠にあっていいもん、ネギってね、もうなんだろう、ネギ増しっていうのはもう本当に無料だったらもう永遠にし続けたいよ、もう本当にネギ好きなの、なんだろう、なんだ、ネギ星人じゃねえよ、うるせえ、俺さ一時期さ、上で結べるさ、マンバンっていう髪型あるじゃん、あれやってたの、めっちゃ周り反って、上だけもうめっちゃ上だけしかね髪の毛生えてみたいもん、そうだからが上で結ぶとパイナップルだとか言われたんだけどさ、ね、その一つネギ星人って言われてる、おいっつって、それネギ星人って顔も投げって入ってんじゃねえかっつって、おいっつって、だからその言ったやつすごいそれ気に入っちゃって超言ってきたの、あいつこの野郎、よいしょ、あー難しくなってきたよ、はー難しい、なんかヌルヌルする、どうやって切ればいいの、教えて。
ね、どうやって切ればいいの？わかんないんだけど。ちょっと何、人差し指であれ取るの、バランス取るの。え、豆腐やりすぎ？豆腐やりすぎ？豆腐やりすぎかな。2分って書いてあった。もう2分だった？え、2分だった？ちょっとその豆腐係にしたでしょ、さっき。ちょっと、いや、まだ行く、まだ行くの、まだ行くの、まだ行く。俺はいつもトゥーマッチにやりすぎる。いやー、豆腐はさ、そんなにやらない方が。うわー、ぬるぬるしてる、怖い。今危なかったね。ごめんなさい、キッズ向けじゃないよ、やっぱりこの動画。よし、いや、いいね、やっぱ俺歯ごたえ好きよ。歯ごたえ麻婆豆腐。そしてよ、一旦さ豆腐あげよ。チンゲンサイもやるのもわかるけど、一旦さ、豆腐ここにあげんの至難の業すぎん？至難の業すぎへん？このここじゃ無理ここじゃ無理。危な、危なってか、今危なかったね、ごめんね。危な、超危な。押さえてる、押さえて、大丈夫、ここで持ってるから。左手で行く。あ、引っかかった、あれ。ネギ、ネギ、ネギ、ちょっと待って、このカンカンたちが邪魔だ。君、チミ、チミたち、チミたち、よいしょ。ここに行く、一旦行ける。やばいかもしれない。だって、うわあ、マジで狭いキッチンなり。これはこの斜め、もう本当に大変。よしよ、もう何、怖い、誰か殺されたの。やめて。あ、もう本当に大変。リビングイン東京、キッチン is cooking is too difficult。 え、これいける？怖くね？超怖くね？これやばい、これやばい、やばいよ、これ超熱いよ、これ超熱いよ。君ら、逃げな、君ら、出して、ごめんね、早かったから。あっ、熱い、やば、人死んだよ。なんか、なんなんだよ、いつも熱いよ。絶対やけどするわ、このキッチンでやる。これやろう。もう本当に、もうアイランドキッチンに住みたいの、本当に。これ、私、アイランドキッチンに住みたい。アイランドキッチンに住みたい。よいしょ。なんか、ヘリに豆腐のカスみたいな。あー、なんか、ギガ数、あれで、オーバーで取れなそうだね。一旦止めとく。いいね、全然体ボール映ってねえよ、マジで。あっち、この俺が黒いタンクトップを着てるということさえも分かんなかった。あっち、あっち、やけどした。あっち、冷房つけて。
よいしょ。はい、冷房入りました、冷房入りました、冷房入りました。換気扇回していきます。マジであっちい、本当にあっちい、あっちい。なんか心なしか台所の床がベタベタする。なんか料理するとさ、床ベタベタになるよな。じゃあやっぱ台所の床にするんじゃ住まない方がいいな。ビチャビチャじゃねえかよこの野郎。あ、ごめん、いくつかの豆腐、ごめん、いくつかの豆腐。よいしょ。チンゲン菜切るスペースねえじゃねえかよ。どうすんだよ。はい、おかえりなさい、はい、おかえりなさい。マジで暑いよこれ。ありえないぐらいに暑い。はい、チンゲンサイです。いやいやいや、麻婆豆腐ってチンゲンサイないんだけど。え、なんやで。え、なんやで。入れたい思うたら入れるんちゃうんか、ええんちゃうんか。なんやだ。2本行く、さすがに無理。ちょっと分量考える。1で行く、1で行くか。これサラダにしよう。あのね、あのリュウジのバズレシピにあるじゃん、無限チンゲン菜。あれ好きやね、あれめっちゃ好きやねん。あれ超好き、あれもうめっちゃ好き。味の素あそこにあるでしょ。あの味の素はこの無限チンゲン菜のためだけに買ったの。もう絶対に再現したい。え、なんだって、ゆうじさん。そうなんですか、わかりました。チンゲン菜の内側、チンゲン菜の内側をよく洗う。いや、切った後に洗えばいいじゃん。本当に僕も今そう思った。こうやってペラッと後ね、これペラッと後でしょ。あー、サラダも今日作っちゃおっかな。無限チンゲン菜めっちゃ作り方簡単だった気がするね。そうそうそう、マジで簡単だった気がする。で、めっちゃうまいの、簡単で。ちょっとぬるぬるしてきた、ぬるぬるしてきた。やっぱ内側が、内側、茎の内側がぬるぬるしてきた。あ、水がもったいないです。やめてください。ごめんなさい。え、このチンゲン菜のぬめりっていうのは、取んない方がいいんですか？そんなことないっすよね。そんなことないっすよね。包丁ってどこっすか？下っすか？ああ、下へ。みんなの方が、見てる人の方が知ってるよ。よいしょ。さあ、チンゲン菜を切っていきたいと思いますもん。え、どんな感じで切るチンゲン菜？このままいかない？でか？このままいきます。切りません、チンゲン菜。はい、終わりです。チンゲン菜のターンも終わりです。よいしょ。次は、ニンニクと。ニンニクと生姜。生姜ちゃんは、あれです、おろします。おろしの方が俺好きなんです。なので、もうちょっと中華だしね。てか、これ全部いく？いや、行き過ぎ。これね、勇気の生姜だから、すげんじゃん。美容セブンで買った生姜だから、すげんじゃん。これはちょっと待って、で、多分ね、最後だと思うんだよね。おろしちゃったら、そう、すりおろしちゃったら最後で、これはこれで一旦置いてきます。火
ください、君ひな。はいし。はい。なんぬくですね、なんぬくね。はい、なんぬく。なんぬくの取り方が分かれません。なんぬく。中山健太君。え、なにこれ、これで1個。でかすぎ、でかすぎ、でかすぎ、でかすぎだけど、行く？って行く？しかもこれめっちゃいいニンニクなのね。これもあの、ビオゼボンニンニクだからさ。めちゃめちゃいい肉、ニンニクよ、これ。ねえ。ニンニクの皮ってどうやって巻くん？ニンニクの皮ってどうやって巻くん？皮むかん？おぉ、むけたむけたむけた。うわ、なんかニンニク焼きたいわ。確かにこいつ焼きたいな。焼きたくなるね、こいつ蒸したくなる。アルミホイルってこれ。ごめんなさいね、ちょっとうるさかったよね。ニンニクもみじんの切りにしてくださいという話ですね。はい。ニンニクってどうやってみじん切りするの？なんかぬるぬるすんだけど、こいつ。こいつもする。え、ダブルズリ？ダブルズリ？いや、ニンニクには火通した方がいいだろう。確かに。怖いねー、怖っ怖っ。あー怖い、あー怖いよ、怖いねー。あー、はい、料理はですね、2019年の12月31日から作り始めました。最初に作ったのは焼きそばです。失敗しました、驚愕しました、あの頃。はい、ちょうどですね、あの修士論文を書いて研究室に永遠に数ヶ月泊まってる時ですね。はい、自炊して過ごしてましたね、研究室で。だからね、そのね、健康を保つという理由のためにね現実逃避でね、料理を始めたんですよ。料理だったら、もうこれも大事な時間として研究の、あの修論を書く中に入れられるという自分を説き伏せですね。健康が大事でしょって説き伏せですね。料理をするようにしたんですけれども、圧倒的に作りすぎていました。爆食いのための料理を。でもあの時に2日目作ったのも麻婆豆腐だっけな。はい、まあ、あの時は麻婆豆腐の素を使ったから成功して。あ、豆板じゃないのに俺なんでこんな平気にいるんだ今。しかも味噌もないんですよ、その代わりに行こうとした。どないしようとしてんの？あ、これ無音で聞いてる人やばいよね。あれ流す？波の音波の音欲しいよね。いらないか。そうだよ、本来はこういう、さあ、俺の友達でさ、最近なんか料理始めましたみたいな、あ、ニンニク癖、料理始めましたみたいなインスタでさ、あげてる人いんだよ。でマジでそいつ自炊しないやつだったのにさ、いきなり料理始めたらさ、すげえんだよ、プロなんだ、いきなりすげえわ、やってらんねえぜ。で、あ、味噌だ。味噌なしだ。え、じゃあどうしよう、辛いのなんてさ、え、どうしようかな、辛いの。あ、わ、え、じゃあもうあれじゃない、俺がさ、どこかで買ってきた辛いもの、あ、違う、これじゃない、これもだけど、これとあれだ、あのやべえやつだ。
べえやつ、あのやべえやつどこ行った。嘘やん。寝てんの。来たー。発見しましたー。発見しましたー。しっかり発見しましたー。鶏のだし、鶏ガラスープの素。鶏ガラスープの素。このヤバいやつですよ。イエス、これですよ。これだぜ、これ。これだぜ、これ。これこれ、イエスさん。イエスさん、パララッタ、タッタ、タララッタ。一旦これにごま油にしようかな。ごま油を引いて肉を炒めて、で。っていうところまでかな。ごま油引いて、ちょっと一旦確認する。で、今ちょっとあれ、合わせ調味料作っちゃおうか。ね、合わせ調味料作っちゃいます。はい、大さじ5さじ3集合でーす。大さじ、あっつ、なんかいる。大さじ小さじ3でーす。どうも、小さじ3はきっと出番ないでーす。ちょっと見ますね。舞台は整った、行くぜ。もうね、その調味料も入れて、片栗粉もやって、味噌もスペインに入れて用意してる。そしてここに、この段取り。そしてここから感動のフィナーレ。火をつける。ちょっとこっち。中火ね。どれでいく？麻婆豆腐でしょ？これじゃない？これだよね、どう考えても。無印のやつだよ。使いやすいってみんな言うんでしょ。ミーハーだから使いやすいって言ったから買ったよ。はい、お肉一応国産です。 30% です。国産の若鶏の胸です。なんか豚だと思うんだけど、本当は豚のミンチなくて、まあ別にいいべ。鶏でもヘルシーだね。うん、いいじゃんね。いくよ。ああ。怖っ。なんだっけ、次の工程。色がついてきたらネギ、塩コショウとか振らない。中華だから火強くね。やばくない？ひっくり返したかっただけ。どう考えても早い。どう考えても今じゃない。ひっくり返すタイミング、どう考えても今じゃないし、全然ひっくり返ってないし。全然ひき肉が散らばっとらんし。どこが変わってきたって言ったって。潰れるか。あ、こっちの方が潰れる、もしかして。
平たく伸びるだけじゃなくて、あ、結構潰れる？そんなことない。平たくなるだけ。あ、これで平たくしてこっちで潰すんだ。前これで混ぜたらさ、あれだよね、前の陶器も取ったっけ。これで混ぜたらさ、豆腐がなくなっちゃってさ、気をつけようと思った。いいんじゃない。ネギ。チンゲンさんも行く。チンゲンさんも行こう。このまま、このまま君が声降らせた雨が。これでいい感じになってきたら、ニンニク、生姜、あ、生姜ラストでいいや。ニンニク、味噌、ニンニク、味噌、ニンニク、味噌を入れてフィニッシュだね。ここから大事だからちょっと集中します。全然喋りません、多分。火入んねえ。うまくいきそうだ。素味感もいいけど、死んでいけばいいんだ。
神様にお願い、
約束やこれ。